東京都が今日確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は270人でした。重症患者は前の日から一人減って70人となりました。感染が確認されたのは10歳未満から90代の270人で、直近7日間の1日あたりの平均は268人となりました。 とは、感染を抑えるために、7日間平均を前の週の7割以下に減らすことを目安としていますが、今日の時点では1週間前の74.1%で7割を超えています。年代別に見ると20代が最も多い65人。6。5人次いで30代が4。6人で重症化リスクが高い。65歳以上の高齢者は60人でした。 重症の患者は前の日から1人減って70人となりました。